はい、今日は朝から雨です。なんかこれからお昼ぐらいに土砂降りになるっていう感じらしいので、ポンちゃんはチェックに来ましたね。ポンちゃん、ポンちゃん、美しい。ポンちゃん美しい。さあ、今日は家にいるしかなさそうですよっていつもやんけ、うちはね。そうだね。はい、少しは運動もしたいんだけどね。これが晴れてきたら運動を始めましょうか。そういえば、もうそろそろこの地域ではダイヤモンド富士が見られるということなので、まあチャンスがあったら撮影してみたいと思いますが、たくさんの人がいろんなところに出るんだろうね。はい、なんかカメラ噛んだね今ね。噛んだの？あくびをしてそこから戻るときにカツンって音がしたね。はい、ジャン君、おはよう。ジャン君、ジャン君、さあジャン君、甘える甘えモードですか？ジャン君、おいで、おいで、おいで、はい、おいで、一歩しか来ないじゃん君。ジャン君、よいしょ、ポンちゃんと一緒に乗る？ちょっとカメラ邪魔だけどごめんね。今朝顔撮ってるからね。ポンちゃん、ゆすらないで。はい、じゃあ登ってください。はい、どうぞ、これ。ジャン君のお尻。お尻。さあ、ジャン君はどんな顔をして外を眺めているんでしょう。こんな顔。ほら、かわいいね、ジャン君。ジャン君、はい。ジャン君はいつもかわいいね。よいしょ。ジャン君、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 ジャン君が来たよ。はい、あれ、ジャン君が来た。何ですかこれは。今朝届きましたよ。はい、またプレゼント届いてしまいました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごいいっぱい、いつもすごいいっぱい、立派だね。はい、では開けてみましょう。おいしょ、開けかな。たどきちゃん、お、マロンが多いんだね、やっぱりね、はい、秋だね。栗のマシュマロです。ここに並べていきます、うん、あ、にゃんこだ、にゃんこだ、はい、ハロウィンのにゃんこ。あの前にさ、このバージョンで別の、うん、去年かな、もらったやつあるよ、このなんかねじねじくんになってるやつ。ビヨンビヨンってなるわけじゃない、うん、あとなんか、はい、ああいうなん、ポールのところに巻きつかりつけたりとかもできるんですね。
面白いハロウィンになりそうだね。うん、いっぱいいろいろね。これも。はい。これもマシュマロ。マシュマロだね。あ、ちっちゃいマシュマロだ。うんうん。ってやつね。はい。ここに置いてていいの？はーい。あ、黒猫ちゃん。はい。何かわいいけど何かな？お菓子が入ってるけど、ね、マシュマロの人形ってことでいいのかな、ね、ペンだ。あ、ペン。この不思議な形の、へえ、かわいいね。肉球もついててね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはガチャガチャの中身だけをもう出してくれたってことね。よしよし、はい、開ける手間を省いていただいて、ね、なんかもう至れり尽くしりって感じで、はい、これ前にも見たことあるね、立ってる猫ね。あ、そうだね、はい、これにゃん、これも、はい、はい、しましまちゃん、はい、あ、ちょっとぽっちゃりちゃんだね、かわいい、まはい、そしてあとカエルくん、あー、あのかわいいやつだね。それはね、何がいるって言ったっけ。それは何色、どんなやつ、薄い茶色？ちょっと緑っぽい。薄い、あ、緑だから。ん？どれになるのかな？ふくふくふくらガエル。多分種類の名前ではないね、それは、ね。あ、そっか。はい、なんかいます、はい、こんなのね。可愛いね、カエルくんね。うちはカエル好きです。レモネード、はい、クエン酸入り、クエン酸 6000mg、 すごい美味しそう。これは私も飲めそうだよ。そうだね。よいしょ、だね、すごい上手に綺麗に詰めてあるの。ちょっとね、はい、あ、りょうくんたちのやつだよ、はい、次のささみ、すごい、これ贅沢なやつです。このささみくん大好きなやつ、大好きなやつです。この辺をなんかあげたことないとか見たことないかも。おいしい、そう、猫くそ、猫くそ、猫くそ、毛玉のなんとか、排出サポート。へえ、へえ、これを食べると毛玉が出るのかな。美味しそう。お魚の味わい、あ、じゃあ特に草なわけじゃないのかな。あの猫草を食べた時みたいに、あのお腹の毛玉が排出できるよってやつだね。へえ、初めて見た。なんか知らないやつがいっぱいあるな。お、はい、エキストラスパイシージンジャーエール、あ、辛いんだね、きっとね。なんか美味しそうなパッケージ、うん、生姜100倍、うん、あ、すごい、10倍だ、100倍は怖いよね、うん、これは何ですか。はい、なんだっけ、信玄餅のなんかおまんじゅう、しっとりカリきなこ餅入りの、これ信玄餅の周りにちょっとカリカリのカリンとうカリンとうまんじゅう、はい、はいはい、美味しそうです。お母さんも好きそうだね、うん、え、なんか重たいものだぞ。ハロウィンとは関係なく可愛いと思ったので送りました。美味しかったら幸いです。お、美味しかったら食べ物、あ、かぼちゃくんなのかもしれないね。ハロウィンになるとね、ちっちゃいかぼちゃがね、うん、スーパーとかにもいっぱい並ぶの。プリ、あー、ほんとだ、うんうん、あ、いいデザインだ、ね、かわいいね、かわいい、かわいい、はい、あ、いっぱい3つ入ってたよ、あのかぼちゃくんが、うん、かぼちゃくん、そっか、でもハロウィンの時のかぼちゃはなんかあんま食べられなそうな、あの、うん、飾るためのやつ、チョキの時にね、あの、うん、顔にしたじゃん、ああいうのが多いけど、ディスプレイ用じゃなくて、そう、これはちゃんと食べられるやつだね、すごいかわいい、はい、どうもありがとう、すごいかわいいです、
これは何？あ、これ信玄餅だ。あ、信玄ほうとう？ほうとうだから、麺だね。あ、こういう感じ。あ、美味しそうだな。美味しそうだね。ほうとう好きだね。ほうとう。ほうとうのやつ。鍋とかで。ほうとうの鍋のやつ。あの、かぼちゃが入ったりしてるやつね。うん、美味しいよね、ほうとうね。はい、コーヒー香る大人の種菓子。コーヒー豆をあれにしたの。あ、ひまわりの種にコーヒーの衣を巻いた。へえ、面白いね。クロケン好きそうだね。そうだね。私の大好きなイチジクくん。はい、イチジク。ありがとうございます。はい。はい、どうもありがとうございます。いっぱい入ってました。今日はポンちゃんは、隣の部屋の窓辺で寝ていますので、チェックには来ませんでした、ね、はい、どうもありがとう。美味しく食べさせていただきます、ね、すごいいっぱい。はい、あ、寝てた。にゃっ、うん、ありがとう。はい、ポンちゃんはやっとお休みから目覚めて踏みに来ました。とりあえず踏んどかないとね。そうだね、ふかふかのやつね。いい気持ち、はい、ありがとう、パンちゃん。きっと食べやすく潰れていると思うよ。ありがとうね、パンちゃん。はい、お役目、ご苦労様。ジャン君、パンちゃん、ただいま。ただいま帰りました。あ、そう、今日はクロケンパパ、マオイママ、二人ともフォークソング同好会に行ってきました。そしてデュエットで歌いました。銀座の恋の物語じゃないですよ。そんなので、二人とも夜遅くまで何してんねんってなってましたね。ジャン君は迎えに出てましたね。ポンちゃんは寝とりました。さあ、これから寝る支度しますよ。この人たちにはご飯です。